こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成。右投げ右打ちの投手、フォームはなるみ。好きな球団は青いから手汗ボール、マリンボールを狙ってロッテでやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星132、いいね、球速も高い。でカーブ方向ってことは今持ってんのはシンカー、手汗の素材じゃないか。なるほど、よいしょ。減少の、まあ減少一発、まあまあまあ、減少二発ぐらいね、痛くもないのよ。ふぅ。ありがたいけどありがたくないな。選手からのそれは弱い。急速、回復、神竜、神竜遅いよ。遅いよ、君遅いよ。減少もう2回引いてるんだ。なので、大減少、大回復。それで許す。さあ、行くぞ。はい。待って。あ、違うか。青じゃなかったか。内角攻め。ひでえ、初期値良かったのに。よいしょっと。ナイス、球速3キロ。でも、落とす。さあ、回復して、やべえ、初期値良かったから、伸びてるように見えて、低いっすね。3球締め。あー、マップの形は悪くないな。はい。拾って、はいはいはい。もうね、カードかぶしなんて、しょっちゅうだから。はい。赤、青。おー、じゃあ行くわ。ナイス回復。取って2段階はいかない。それやる気がないからね。箱。おう、1。いやー、いける。いけるいける。ヒーリングが2枚分あるんだ。緊急マスラ。まあ、緊急登板はほぼ使わんかな。先発ピッチャーになるんでね。さあ、ステイヨン。おー、やる気が2つありまして。青ナイス。変化球ナイス。まあ、カレンさんがナイス。ああ、録音されない。よしよしよし。変化球取って、回復はないんだけど、勝った！いやいや、いい流れのところで、それ引きますか。あ、帰ります。博士いないかな？博士いたら大きいぞ。さあ、ビッグになれるか？なれません。なれないんかい。ロメロ、ナイス球速。BB か。偉人伝。もうさ、力配分さ、ねえ、別に入ってもいいんだよ。その、トゥルトゥーンっていう音楽。音楽がおかしいんだよ。いやー、これシャッフルかな。回復が上。オッケー。ローキ君。コントロール指導とかなんで出るんだろうね。まあ、これ球速特化ですか。箱、オッケー。うわー、それきっちい。それきっちいな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。おとなしく球速取った方が吉な気がするんだよね。ナイス。おー、あるある。待って、これさ、回復取って、で回復取って、こっちまで行ける未来あるんじゃねえの？ねえ。3。いやーと、
あるあるある。1、2、3、4、5。スタミナ。なあ、間に合ったぜ。もう完璧かよ。完璧かよ。いやあ、いったね。いやあ、でもね、残り取れるところがないな。野球マンも来たし、あれ、カレン来たっけ？これ、球速いく？変化球落とす未来が怖いんだよね。球速、マイナス1だったら許す。コントロール、ナイス。あー、プラス2出なかったか。うん、最大値はこれかな。568。よくやったー。作戦通り頑張ったぜ。ナイスですね。ということで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星568から、コロヤくんという名前になりました。いかがだったでしょうか？球速165キロの BA。変化球が723と強くて、葵が来てマリンボールが入っていたらめちゃくちゃ良かった。それでも特殊能力、力配分を除いていい感じなので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 1.55。さすが唯一の1点台いきました。165キロの決め球シンカー良かったね。ってことで、今回ね、12勝。こちらはね、残念ながら、はい、第4位という結果なんですが、まあ、勝率もね、うん、6敗してしまったんで、ここは仕方ないんですけども、石川さんさ、2.10 で第2位ですよ。5勝9敗ってかわいそうじゃないか。ロッテ援護なさすぎる。よかったね、コロヤくん12勝できて。というね、そんな結果なんですよ。まさかだわ。で、まあ先発が24回の3完封5完投と、クオリティスタート 95%、ハイクオリティスタート 66.7%。ここ、思ったよりも低いな。うん。まあ、それなりですかね。ってことで、あとはね、208奪三振、10.4 の奪三振率。こちらはね、第3位。お化けさんにね、完全にここ負けてしまいましたね。うん。吉野部さんが221個で、これはトップということで、うん、奪三振王は取れなかったんですが、あとの数字はこんな感じですと。KBB6.50、これは立派だ。ということで、今回のコロヤくん、取ったタイトルは、最優秀防御率、新人王ベスト内の合計3つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。